テオファヌは、神聖ローマ皇帝夫2世の皇后。ギリシャ語名のテオファノ、テオファニアという記載もある。東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルで生まれる。東ローマ皇帝ヨハネス1世一ミスケスの名と言われているが、ロマノス2世と皇后テオファノの娘という説もある。キエフ公国の皇妃となったロマノス2世の王女、アンナ・ポルフィロゲネタと共に、 初めて外国へと継いだ東ローマ皇族であると言える。夫一世は同盟の証に東ローマ皇族の巫女を息子、御父の日とするため要求。これに応えて972年に巫女を送る高華な施設団が到着した。二人は972年4月14日、ローマサンピエトロ大聖堂でローマ教皇ヨハネス13世の立ち会いの下に結婚した。また、 同じ日に、テオファヌは、皇后として退官した。二人の間には五人の子供が生まれた。テオファヌは、夫の遠征に自ら同行し、当地でも彼の隣で采配を振った。彼女によって持ち込まれた東ローマ文化は、夫の宮廷を華やかにした。その例として、当時手づかみで食事をしていた西ヨーロッパに、東ローマ帝国宮廷で用いられていた。 食卓用フォークをもたらしたことはよく知られている。一方、夫の聖母で義母にあたるブルグントのアーデルハイトは、テオファヌを好まず、彼女が亡くなった時を大喜びしたという。983年に、夫2世は死去し、ローマに葬られた。テオファヌはまだ幼い夫三世の摂政を991年まで、務めた。テオファヌは991年に、 ネーデルラントの内命編で死去し、ケルンに葬られた。ありがとうございます。